あきらくん、今日はね、土曜日で、高木がね、ちょっとね、子供のお世話で、来るのが遅くなるんですよ、土曜日ね。ほいでね、あきらくん、あそこ、一番端っこでね、いつもね、土曜日になると、端っこで、高木の来るのをね待ってるんですよ。まだかなまだかなってねここが一番ね、初めに高木が来たら一番先に見えるとこ、ここですねこうね、でここで待ってるなあ。たママくんの待ってねんな。なあ、来へんな、まだな、うん。もうちょっとかかるで、待ってんの。うん、ほんとね、ママっ子になってしまってね、パパっ子がね、ちょっとね、なくなってきて、ママっ子になっちゃったね。完全なママっ子。ほんと。ママの方が好きやな。喜ぶんですよね、高木がね、またね、ここで待ってて、来たら、ずーっと待ってんですよ。中堅アキラやな。な、アキラくん。向こう向くな。待ってんねん、待ってんねん、これ。ね、早く来てーって。ママーって。ほんとね、全部の子が、高木寄りになっちゃって、コツ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 やっていくのはすごいですよ。ほんとコツコツやってますよ。クレートのね、前でね、こう座ってじーっとね、犬と心と心を、触れ合わせてっていうのがね、高木すごいですね。ほんと来た時の来た時とかね、緊張してる子とかね、そういう子らの心の中へ入っていくっていうのがうまいですね。和樹も恐ろしいほどママっ子になりましたね。ちょっと腹立ってますがね。って感じで、結構ね、やってます、あの方。わさびはね、まだパパっ子です。はい。ギリギリ。はい。でも、大ちゃんもそうやな。取られていってますね、うちの子をね。大ちゃんもママっ子になってきて。つぼみちゃんもかな。寂しいですね。ポチもそうですよね。ポチも、ほんで、ケンリンもでしょ。ケンちゃんまだパパっ子かなって感じで、高木が来てだいぶ変わりましたね。うちね、だいぶ変わった。犬の表情が変わったって感じな。ありがたい人ですね。そこまでね、犬を好きかどうかって初め分かんなかったけど、犬好きなのは分かってたけどね。すごいですね、犬への愛情。って感じで、はい。しょうもない動画でしたが、ママ待ち動画。はい。ママ待ち動画。はい。ママーって。全然僕無視でしょ。待ってるんです、これ。あきらくん待っててもけえへんって。まだあきらくんね、すごい待ってんの。はい、ありがとうございました。